朝鮮労働党中央軍事委員会が共和国の東海岸と北部内陸の各地域に甚大な影響を及ぼした台風9号によってハムギョン南道コムドコ地区にひどい被害が出たことを受け、9月8日午前、党中央委員会本部で拡大会議を開き、国挙げての被害復旧の対策を講じました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である金正恩同志が、党中央軍事委員会第7期第6回拡大会議を指導しました。朝鮮労働党中央軍事委員会拡大会議に、党中央軍事委員会委員と党中央委員会の各副委員長、党中央委員会の主要部署の幹部たち、内閣各省主要機関のメンバー、武力機関の指揮メンバー、水害復旧中央指揮部のメンバーが参加しました。金正恩委員長は会議で深刻な被害を受けたコムドコ地区の状況を詳細に通報しました。初歩のまとめによりますと、コムドク工業連合企業所とテウン青年英雄鉱山、リョンヤン鉱山、テクパイ鉱山で2000戸余りの住宅と数十棟の公共施設が破壊または冠水し、45箇所に6万メートルの道路が流出し、59戸の橋が寸断され、31箇所に3500メートル以上の区間の鉄道路盤と2箇所に1130メートル余りのレールが流出するなど、交通が完全に麻痺する非常状態に直面し、コムドク工業連合企業所の沈殿地ダムが破壊され、多くの設備が流出するなど莫大な被害を被りました。金正恩委員長は、予想を超えた台風の被害によって我々はやむを得ず、国家的に推進中の年末までの課題を全面的に見直し、課題遂行の方向を変更せざるを得ない状況に直面したと述べました。そしてコムドコ地区を一日も早く復旧するのは、そこの住民と国家財産を保護するためにも切実であり、同時に我々の経済の重要命脈を生かすためにも必ず先行すべき急務だとし、最小限10月10日までは新居の綿棒を整え、道路と鉄道を復旧し、年末までは被害を完全になくすための国家的な非常対策を取らなければならないと強調しました。また党中央軍事委員会は、コムドク地区の被害と復旧建設の規模を検討し、復旧建設をまたもや人民軍に委任することにした。人民軍だけがまた一つの部門に展開できると述べました。朝鮮労働党中央軍事委員会は、コムドク地区に派遣する人民軍部隊の編成と復旧建設の任務、輸送機材と建設機材の保証及び起動、セメントと燃料油をはじめ建設資材の保証、連携輸送などの対策を決め、コムドク地区被害復旧指揮グループを組みました。金正恩委員長は、全国の自然災害の復旧部門に給付された人民軍軍人と建設者の昼夜兼行の復旧作業で収められた成果について誇らしく紹介し、このような勢いなら党が決定した通りに市街復旧を10月10日まで見事に締めくくるだろうし、コムドク地区でも今年を勝利の年として立派に飾る最後の勝利の歓声が上がるだろうということを自信に満ちて述べました。さらにハムギョン南道コムドコ地区の台風被害の復旧に動員された人民軍軍人の皆が、朝鮮労働党の頼もしい革命武力らしく、偉大な朝鮮人民のために、偉大な朝鮮労働党のために、偉大な共和国のために献身奮励して、栄えある朝鮮労働党第8回大会前に聖なる任務を見事に果たすものと確信し、ハムギョン南道コムドク地区の台風被害の復旧についての党中央軍事委員会の命令書に直筆でサインしました。金正恩委員長は、今の台風による被害の復旧は国を守り人民を守ることだとし、自然の狂乱がいくら荒々しく挑戦と試練が重なるとしても、一心団結、軍隊と人民の一致の偉大な伝統の旗印を掲げて、必ず栄誉の勝利者になろうと熱く呼びかけました。
台風による被害の復旧で鉄道隊の威力を余すところなく轟かせるための平壌市決起大会が8日、市の最高の聖地、クムサン太陽宮殿の広場で行われました。朝鮮労働党中央委員会政治局委員の党中央委員会キム・ジェリョン・リ・イルファン・チェ氏の各副委員長と朝鮮労働党平壌市委員会委員長、平壌市人民委員会委員長、首都党員士団の指揮メンバー、首都党員士団に志願して党組織の推薦を受けた1万2000人の党員、市内の各機関、工場、企業の人たちが大会に参加しました。大会の前に一度太陽のように明るく微笑む偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記の写真を仰いでお辞儀をしました。リールファン副委員長は基調演説で、金正恩朝鮮労働党委員長が我が党と革命闘争の歴史に特筆すべき、また一つの重要な勝利のターニングポイントをもたらすべき決定的で責任ある時に、平壌の党員たちを被害復旧の奇襲突撃隊に押し立てる、この上ない特典と栄光を与えたことについて感激に満ちて述べました。そして平壌の党員たちが金正恩委員長の大きな信頼と期待を胸に、歴史的な公開書簡に示された課題を必ず枠まで実行しようと強調しました。また世界を驚かせる新たな英雄神話を創造して、クムサン太陽宮殿の広場でキム・イルソン主席と金正恩総書記に敬意を表し、金正恩委員長に誇らしい勝利の報告を捧げる栄光の日を繰り上げるために奮闘することを党員皆に熱烈に呼びかけました。大会では決意表明がありました。発言した人たちは、我が党が全力を傾ける最前線で平壌の党員としての勇猛と気概を十二分に発揮して、党が与えた任務を最高の水準で最短期間に完璧にやり遂げ、敬愛する最高指導者金正恩委員長に忠誠の報告、栄光の報告を捧げる決意を表明しました。大会では金正恩委員長に送る誓いの文が採択されました。金正恩委員長の委任により、第一首都党員士団の旗をキム・ジェリョン副委員長が、第二首都党員士団の旗をフリー・ルファン副委員長が指揮メンバーに授与しました。ついで首都党員士団のパレードがありました。市の最高の聖地、クムサン太陽宮殿で忠誠の誓いを立てた平壌の党員たちは、この日天を突く勢いで人民を守るための被害復旧現場に出発しました。党の呼びかけに応えて被害復旧現場に赴く首都党員士団一行を乗せたバスの車列を、町の沿道で市民たちが熱く歓送しました。朝鮮労働党中央委員会の各副委員長と、朝鮮労働党平壌市委員会委員長、平壌市人民委員会委員長、党中央委員会の人、市内の党政権機関の人、市民たちが平壌駅とテドンガ駅、そこ青年駅で被害復旧現場に向かう首都党員士団一行を見送りました。建設器具工具と資材、補給物資を積んだトラックも被害復旧現場に向かって出発しました。この日金正恩委員長が平壌の党員皆に送った歴史的な公開書簡に応えて倒産に奮い立った三温セメント連合企業所の労働者が、ハムギョン南道とハムギョン北道の被害復旧現場に送るセメントを積んだ初の列車が出発しました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長である金正恩同志に、9日中国共産党中央委員会総書記の中華人民共和国習近平主席から祝電が送られました。祝電は、朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して、中国共産党と中国政府、中国人民を代表して金正恩委員長と朝鮮労働党と朝鮮政府、朝鮮人民に熱烈な祝賀と立派な祝福を送る。近年金正恩委員長は、朝鮮労働党と人民が新しい戦略的路線を貫徹し、経済の発展に力を注ぎ、対外交流と協力を積極的に進めるように導いて重要な成果を収めた。
これについて心から嬉しく思う。伝統的な中朝友好は両党両国両国の人民の共通の尊い財産である。金正恩委員長とともに伝統的な中朝友好協力関係が絶え間なく新しい成果を収めるよう推し進めて、両国と両国の人民により大きな幸せをもたらし、地域の平和と安定繁栄を促していく用意がある。金正恩委員長の健康と全ての活動が順調になることを願い、朝鮮民主主義人民共和国の繁栄と人民の幸せ安全を祈ると述べています。朝鮮民主主義人民共和国国務委員会金正恩委員長に9日ロシア連邦プーチン大統領から祝電が送られました。祝電は朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して金正恩委員長を心から祝う。ロシア連邦と朝鮮民主主義人民共和国の関係は伝統的に友好的な前輪の性格を帯びている。建設的な二国間対話と各分野での有益な協力が両国の人民の利益に合い、朝鮮半島と北東アジア地域全般の安全と安定の保障に寄与するものと確信する。金正恩委員長の健康と活動での成果を祈り、朝鮮民主主義人民共和国の全ての公民に幸せと繁栄があることを望むと述べています。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である金正恩同志に9日キューバ共産党中央委員会ラウル・カストロルス第一書記から祝電が送られました。祝電は朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際してキューバ共産党と人民の名で金正恩委員長に心からの祝賀を送る。歴史的な兄弟の絆に基づく両党両国の人民の間の関係を引き続き発展させていく意思を表明する。最も崇高な敬意を表すると述べています。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である金正恩同志に9日キューバ共和国ミゲル・マリオ・ディアス・カネル・ペルムデス主席から祝電が送られました。祝電は朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して金正恩委員長に心からの祝賀を送る。合わせて両国間の歴史的な友好と連帯の関係を引き続き深めていく意思を改めて格言する。兄弟の挨拶を送ると述べています。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長である金正恩同志に9日ベトナム共産党中央委員会書記長のベトナム社会主義共和国クエンフーチョン大統領から祝電が送られました。祝電は朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際してベトナム共産党と国家人民を代表して金正恩委員長と朝鮮労働党と国家人民を熱烈に祝う。金日成主席と金正日総書記、そして金正恩委員長を主案とする朝鮮労働党の導きのもと、兄弟の朝鮮人民はこの72年間国の建設と発展、人民生活の向上のための運用で多くの重要な成果を収めた。金正恩委員長の2019年3月のベトナム公式親善訪問以降、両党両国間の協力関係で多くの重要な進展が遂げられたことを嬉しく思う。ベトナムは両党両国間の伝統的な友好協力関係のさらなる発展を望む。朝鮮労働党が2021年1月第8回党大会を成功裏に開催することを祈る。金正恩委員長の健康と崇高な職責を全うして引き続き多大な成果を収めることを祈ると述べています。朝鮮民主主義人民共和国国務委員会金正恩委員長にガボン共和国、コンゴ民主共和国、ウガンダ共和国、モンテネグロの各大統領から祝電が送られました。祝電は朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して金正恩委員長に熱烈な祝賀を送る。金正恩委員長の健康と活動での大きな成果を祈る。
金正恩委員長に最も崇高な敬意を表すと述べています。朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して敬愛する最高指導者金正恩委員長にラオス人民革命党中央委員会書記長のラオス人民民主共和国ブンニャンゴラチット大統領から花籠が贈られました。8日ラオス人民民主共和国の中朝特命全権大使が関係者に花籠を手渡しました。朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して敬愛する最高指導者金正恩委員長にナイジェリア連邦共和国大統領のムハマド・ブハリ軍総司令官から花籠が贈られました。8日ナイジェリア連邦共和国の中朝臨時代理大使が関係者に花籠を手渡しました。朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して敬愛する最高指導者金正恩委員長にパレスチナ国家のマハムード・アッバス大統領から花籠が贈られました。8日パレスチナ国家のイスマイル・アフマド・ムハンマド・ハッサン中朝特命全権大使が花籠をリーソンゴン外相に手渡しました。朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して敬愛する最高指導者金正恩委員長に中朝外交団から花籠と祝賀の手紙が贈られました。8日外交団団長のイスマイル・アフマド・ムハンマド・ハッサンパレスチナ国家特命全権大使がリーソンゴン外相に花籠と祝賀の手紙を手渡しました。9日敬愛する最高指導者金正恩委員長に在日本朝鮮人総連合会中央常任委員会から祝賀文が贈られました。祝賀文は共和国創建72周年を迎えチェの強国づくりの偉業を切り開き国と民族の繁栄の万年の礎をもたらした偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記に最も崇高な敬意を表し主席と総書記の国家建設の偉業を忠実に受け継いで社会主義強国づくりの最盛期を開く敬愛する最高指導者金正恩委員長に最大の栄光と最も熱烈な祝賀を送る。永遠の太陽の国、偉大な母なる祖国があるので在日朝鮮人は異国の寒風の中でも民族の尊厳を守り民族愛祖国愛の道で世界海外同胞運動のモデルとしての栄誉を轟かせることができたと述べています。そして総連の活動家と在日朝鮮人皆の忠誠心と敬慕の念を込めて父の偉業の最高指導者で優しい父である金正恩委員長の健康を心から祈る言葉で結んでいます。朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して8日国連常駐コーディネーター事務所と国連開発計画、国連児童基金、国連人口基金、国連食糧農業機関、世界食糧計画、世界保健機関の中朝代表部のメンバーがマンステの丘の偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記の銅像に献花し敬意を表しました。在日本朝鮮青年商工会第24回総会が5日東京の朝鮮大学校講堂で行われました。総連中央常任委員会チョ・イルヨン副議長をはじめ総連の各機関の人と在日本朝鮮青年商工会テク・キヨン会長などの中央幹事青年商工会のメンバーがこれに参加しました。在日本朝鮮青年商工会中央常任幹事会ペイチャンギョル幹事長の活動報告について発言がありました。総会では在日本朝鮮青年商工会会長にペク・キヨンさんが再選されました。労働新聞9日付に朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に際して共和国を偉大な人民の国に輝かせようと題した社説が載りました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は新ヨンギル大ヨンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。国標から見る未来像。朝鮮民主主義人民共和国の国標です。革命の聖なる山白頭山と三千と輝く赤い星は共和国が引き継ぐ革命伝統と父の革命業の達成を目指して力強く進む朝鮮人民の明るい未来、
そして赤い帯とその上に刻まれた国号は共和国の不伐の威力を象徴しています。水力発電所と稲穂は栄える共和国の未来を象徴しています。共和国の創建者である偉大なキム・イルソン主席は国章のデザインについて詳しく教えました。1937年1948年2月のある日、キム・イルソン主席は国章には共和国の発展の見通しが十分反映されるべきだと言いました。そして国章に共和国のスプーン発電所のようなものを見事に描き入れれば国の転化の見通しがビビッドに現れるだろうと言いました。また発電所の上の部分で国旗にある赤い星が光を放ち、粒の多い稲穂を赤い帯で束ねてその帯の真ん中に国語を入れるようにと言いました。この日主席は労働者改修を中核とする労働同盟に基づく広範な人民大衆の統一団結とともに強力な近代的工業と先進的な農業の発展の見通しがはっきり現れるようにすべきだ、こうした国章のデザインになるよう方向をつけるべきだと言いました。このようにして美しく重みがあり深い意味の込められた朝鮮民主主義人民共和国の国章のデザインが完成されました。国章から見る未来像、高台市とお話ししました。1948年9月9日、朝鮮民主主義人民共和国の創建が世界に宣言されました。これは5000年の歴史上初めての真の自主独立国建設のルーツとなる特筆すべき出来事で、強国建設のスタートを告げる厳かな宣言でした。自主自立自衛の国、共和国は創建後新たな歴史的進軍の途に就きました。人民の自由と幸福のために、富栄える自主独立国の建設のために、世界舞台で国威を発揚する国づくりのために、偉大なキム・イルソン主席の導きのもと、朝鮮人民は1950年代初頭の帝国主義勢力の侵略を退ける3年間の戦争に勝利し、国の自由と独立を守り抜きました。また自力構成国区奮闘して、戦後の復興建設をわずか数年間で終え、順利間の速度で社会主義工業化の歴史的課題を14年という短期間に達成しました。戦後の復興建設と社会主義建設の時、共和国は他の国々は政府の傘下に入ってお金を被ろうとしましたが、自らの力で自立経済を築き上げました。そればかりか、国を守り民族の繁栄を裏打ちするため、自衛の国防力を著しく強めました。共和国は自主自立自衛の社会主義国となりました。戦軍の旗を掲げて、1990年代初頭、東欧諸国での社会主義の崩壊を機に、帝国主義者は社会主義の終焉を喧伝し、変わることなく社会主義の旗を掲げて進む共和国を押し潰すのに躍起になりました。社会主義を守り抜くのか、さもなければ帝国主義者の前にひざまずいて奴隷になるのか。こうした時、偉大な金正日総書記は戦軍政治を行いました。
ミャンマーの医学研究所所長は、今年2月の総書記の誕生日の光明墓施設に際して発表した談話で、金正日総書記の一番の業績は、例を見ない厳しい試練の時、戦軍の旗を高く掲げて、国の自主権と民族の運命を守り抜き、朝鮮半島と世界の平和と安全をしっかり保障したことだと言いました。戦軍の力で共和国は1990年代の困難と試練を乗り切り、正義と尊厳、勝利と栄光のシンボルとして脚光を浴びました。寸分の狂いもなく、今共和国は敬愛する最高指導者金正恩委員長の導きのもと、寸分の狂いもなく自主の道を進んでいます。国際社会は共和国を自主的立場の強い強国、厳しい環境の中でも奇跡ともいえる勝利を収める国だと称えています。アジア地域地質思想研究所のハリシ・グプタ理事長は、2018年9月、春安で開かれた地質思想と朝鮮民主主義人民共和国の70年に関する国際討論会で、こう語りました。The DPRK, led by Supreme Leader Kim Jong-un, displays its dignity as an independent, powerful country. 金正恩委員長が導く朝鮮民主主義人民共和国は、自主の原則を徹底させて繁栄を成していく自主の強国の名を発しています。自主は国と民族の生命で強国の主な象徴です。今、朝鮮民主主義人民共和国は政治、経済、軍事、文化、対外関係のすべての分野で主権の原則、自主の立場を徹底させ、大国追従と協調主義、他力本願に徹底的に反対し、帝国主義反動勢力と外部勢力の干渉と圧力を断固排撃し、従来の理論や公式に関わらず、誰が何と言おうと、すべてを自分の要求と利益に即して、自分で決心し、堂々と実行しています。今年6月、中国国際経済テレビ新聞網に次のような記事が載りました。金正恩委員長はこの4年間、世人を驚かせる奇跡ともいえる勝利をもたらし、抜きんでた英知と政治力、高邁な偉人の品格を世界に見せた。金正恩委員長は厳しい中にも革命への限りない忠誠と高鉄の信念、強い実践力で祖孫の国力と地位を最上の境地に至らしめた。金正恩委員長がいて、祖孫の未来はさらなる勝利と栄光で輝くだろう。その通りです。金正恩委員長に導かれ、朝鮮民主主義人民共和国はこれからも自主の道を進み、自主でさらに富み栄えるでしょう。自主で尊厳ある国、特集をお送りしました。